レオンさんはリールだったら島の台話だったらどっちえレオンさんはリールだったら島の台話だったらどっちですかこれちょっと質問のし方おかしいってレオンさんリールが島の派ですか台話派ですかと聞いて <laughs> でしょそういうことだよね。台場です <laughs> かつては島の派でした、えー、初代ステラから次の代ぐらいまではあの辺はあまでは島の使ってた,使ってたね。 アルテグラも初代から使ってアルテグラをいビアリングいっぱい足してチューンして、えー、ステラみたいな回転をするアルテグラでステグラって名前付けてたりしたんだけどあのねフロロカーボンライン今みたいにフロロカーボンの0.35とか0.55とかね細いのが昔はなかったのよ。でちょうどその時代にね03、05、03はなかったかな。 で0五4号とか0 5号ぐらいのフローロの出始めだ、えー、またメバリングがバッとこう僕たち仲間内をはじめこう広がり始めた時期で最初ナイロンラインとかも使っててフローロの0号出たねって言うんでフローロフローロの方が沈め早いからいいよね感度もあるしね深いところ沈めて当たり取ろうと思うとなかなかナイロン難しいところがあるんであの。 フロールを使い主体になってナイロンやめてわかんないのよナイロンで 15m ーー入れてあの細いやつ伸びるからフロールなら来るんだよコンって。でやってたら当時の島のリールは、えー、ステラとねツインパワーかステラとツインパワーと両方持ってたんだけどどっちもそうなんだけどあのスプールの中とか。 えー、ベールの外側の変な隙間へね0 4 5 5号のね細い糸がねピチュッと挟まっちゃうのよものすごく多かったそれから今はやらないけどあの雨が降っても普通に釣りに行ってたで濡れると極端に曲がらなくなってたの、ね、よ当時のステラは水にむっちゃくちゃ弱かったザザブリの中でもやってたからねところが台輪はならなかった、ね 台輪はその細い糸がどこにも挟まらなくって台輪、えー、は挟まるところがないしそんなこんなでねあと島のものすごく回転抜群なんだけど豆が重たいのと回り出したら止まらない <laughs> そこが <laughs> で。大はね 今は随分よくな当時島野のようなぬるぬるは回らなかったねシャラ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 回ってたよねそこはね僕はあんまり気にならないんでやっぱりその細い糸がらみが少ない、えー、巻き重りがない回して止めてたらスッとハンドルが止まるっていうところを買って、えー、もう1516年 <laughs> うん代表ばっかりです。 公安部漁港の助やと下のシーバスが全然口使ってくれませんなんかいい方もないですか頭出すからダメ姿見せるから駄目堤防の上立つじゃん電気あるじゃん人影あるじゃね堤防シーバス下にいるわけじゃない丸見えだからだから人が一人でも入ってったらダメよ、うん、暗くなって街灯が効き出したなっていう暗い時間帯に 堤防あります街灯立ってます,あります,立ってます行きました誰もいないなたら登らずにこっから隠れて絶対にシーバスこの周りのシェードついてるなとピッて隠れて投げて箕面を引くとガツンっていくのよ。<laughs> 上へ立ったらもうダメだからあのー、シーバスとかチヌうん。メバルは割平気なんだけどあメバルの尺クラスになるとダメよ。 あのいきなりドーンと自分の影が海面に落ちるようなところで立っちゃったら賢いから大きくなってるからね <laughs> うんそういうことです姿見しちゃいけません隠れて釣りましょうヤマメ釣るので一フェルールワックスの使い方いいね確かにねフェルールワックスの塗り方は知らない方が多いのでじゃあちょっとやってみますか フェルルワックス。ね。まあ、リップクリームみたいになってるから、ちょっと出せばいいね。で、これを、おっとっと、指で、指に塗るの。手、あったかいから溶けてきて、ね、少しこう。塗りました、ジョイント部分。 オスの方メスの方には塗れないんでオスにしか指で薄く手でこう温めながら塗り広げるのよくるくる回しながらはいこれで十分これをね直接こうやると多すぎるこんもりすぎてねっちゃねちゃして あの刺す時も刺しにくい抜く時に抜きにくくなるから、まあ、今みたいにこすりつけてもいいんだけどその後指でこう塗り広げて、うん、でちょうどねあの体温でうまく溶けるから、はい、あとはまあタオルで拭くっ、ねはい、でキュッと仕込むんだけど。 まあ、あのブランドによってちょっとずつこのフェルールのねジョイントの長さやテーパーがね違うんだけど軽く刺してからもう一段階ぐッといくのがね竿を痛めないのがコツ。でそこまで押し込んだらここメスの方側とオスとのこの境目を指でつまんで。 ゆするだからこのメス側の口が気が付かないけどわずかにねカタカタするるやつがあるのそれはオスとメスのジョイントがぴったりいってないってことなんだよね。うん、でカタカタこういうところカタカタすると最終的に折れる原因になるのでね明らかにカチカチするからあの合ってないやつっていうのね。 はい、でフェルルワックスを塗ったらスッと刺さったりスポッと抜けたりはしにくくなるからどちらもゆっくりやることです。抜く時も本当にゆっくり抜いてあげる。刺す時もサクッとやるんじゃなくてゆっくり最後にギュッと入れてやる。はい以上。 メバルを堤防きは垂直巻きで釣るときルアーを何だと思って食ってきてるんですかね横の釣りでは釣れないから不思議です堤防際についての魚ってメバルでもチヌでもほぼ一緒シーバスが違うぐらいうん。寝魚系ね例えばカサゴでもいいしキジハタでもいいしメバルでもいいしああいう寝魚系アジも、ね、ほぼそれに近いとこがあるよキワキワだとなぜ壁際にいるか考えてみて 縦トにつく魚って基本的に上から物が落ちてくるのを待ってるわけよ。ところが同じ堤防でもねここ僕立ってるの堤防だとするよ。城ヤトがあるよ。壁際よ。沖合よ。沖合の潮が通ってるとこで明かりが効いてるか効かないかギリギリぐらいのとこでパタッパタッパタパタとライズするよね。それは硫化ベイトを食ってるやつでしょ。でもわざわざこの壁際にこういるじゃない。いっぱい。あいつら何しにいるかみたいな 落ちててくるもの待ってんだから <laughs> そういうことよ。いやいや落ちてくんじゃ言ってんじゃなくて違うよレオンさん下からゆっくり巻いてたら食うって話を一緒一緒。要はタテストに対してこういう動きをす,する餌を食べに来てる家族僕に言わせると家族。ね、山の手行って水面で ね、なんか高級レストランでね海が見えるホテルの14階とか20階とかのレストランで、えー、美味しいものを食べてるのが沖合のトップにいるやつよ。で下町行ってね二流三流なんだけどめちゃくちゃ美味しいもの、えー、を出してくれるお店でた食べに来てる家族が壁際にいるようなもんよ。こんな感じよ。<laughs> 食ってるものが違うってこと。 HJ64 使ってると手元にノイズ違和感のようなものがたまにあります合わせるとクッてること多いんですがこれも感度の一種ですかそうですものすっごいですあのハミジャーミーも B テスラも使ってるあのカボンの材質は同じだからでこれねみんな知らないからね言っとくよ いや言うのめようかなこれね竿屋さんですら知らない情報なのよ同業者見てるとやだなあのね感度のいい差を作ろうとして何をするっつう高断性の差を使うでしょ35トンの高断性35トン40トン45トン50トンいやいや60トンいやいや何十トンどんどん高断性にして。 するるよよねねカードン感度が上が上、ね、その代わりじゃあまあまあ適当なところで、えー、50トンとか35トンとかまあそれぐらいのその代わりちょっと新しいタイプのカーボンシートで高感度ロッド作りましょうでも感度上げたいなっていうことでリールシートをパイプに裸で握ってるレベルくらいのいわゆるスケルトンみたいなリールシートつけるよね。 なぜならそれが感度がいいからってことでやるよね。本当？本当？<laughs> なんなことはないの。えー、っとね、簡単に説明しとくよ。一本の竿があるじゃん。ね、これ一本の竿だと思って、これで七フィート半ぐらいだと思って、で。 魚の食った信号とかはこの先っぽから糸を通してガイドに伝わって入ってくるわけだずっとこの入ってきた振動がこの一本の竿の中で一番たくさん響く場所ってあるのよ。ここココンンコンコン,コンいやここココンンコンコン,コンいやここコンコン,コンあここじゃんって。これロッドビルディングする人だったらね 知知っってるのよ僕も知らなかった本当だ一本のブランコ買ってきて握る場所でこうコン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 叩いていくと一番響く場所ってあるのよ。ね。それをどう使うかここまで,あと,ないでしょ <laughs> あとはないでしょ。が施してあるんでハミジャーミーもビーテスラーも。であともう一つあのここが細っこーい リルシートってあるじゃんでここブランクむき出しのやつこっち側がギグッてえぐれててこのブランクがこうパイプが見えてるやつであれを触れるから時間握れるから感度いいって言うじゃんあれもねこれデジーノの DRSS 使ってるんだけどこれはねデジーノの神谷さんと話してて分かったんだけどここがパイプをつ入ってきたし信号っていうかその。 なんだろう？当たりとかバイブレーションをいかに手が拾うかっつったら面積だよ。ここの手のひらにピタッと来てる。面積が広ければ広いほど。実は感度って上がってるんですよ。それを狙ったのが drss。なんだで本当かと思った僕も最初は一般的に感度が良いとされてる。 ボメーカーさんのボタイプのやつと DRSS と同じブランクへ組んで同じようにこうやってみたら一目瞭然神谷さんが言ってるの本当だった手のひらのパーミングしてる握ってる面積が広ければここ振,振動は必ず手のひらへ伝わるブランクタッチ無意味です必要ないですこうやって握ってりゃいいんですっていうことだった。 で実際に僕自身がそれで組んでもらって使ってみたらうわ本当じゃないかと思ったから、えー、僕は DRSS を採用したんです。新発売のワームの中で冬メバルの硫化ベートパターンで 0.5g 以下のジグタンにおすすめなのはどれですかこれ多分あれだな。 冬メバルの硫化ベイトパターンって言うけど夏メバルだって春メバルだって秋メバルだって同じ餌を食ってんだよ同じ硫化ベイトをそういう餌が流れてくるタイミングでは食ってんだよだから冬メバルの硫化ベイトパターンって言われるとちょっと困ってしまう、うん、で硫化ベイトだっ,っていっぱいいるよね 例えば岡山の下あたりで、えー、そうね毎年2月ぐらいから始まるんだけどいわゆるボトムワインドの釣りね 4g5g7g10g までの尺ッドを使ってペスペで大円筒して PE の03ぐらいで送り込んで送り込んで、えー、岩盤帯着底させました水深 15m の岩盤ボトムだよ。水深15から 20m の岩盤ボトム送り込むわけ。うん そこで釈目バルがドーン食うの。これ流花ベイトのパターンだからね。言うとっけど。<laughs> エビ系なんだけど餌がこのぐらいの2千2.5センチくらいか3センチくらいのエビ食ってる開けてみたい、うん、だってそこ本流だもん強い本流。あのとてもじゃないけど頑張って桜エビエビレベルが。 上流流と泳げるようなな速じゃないのだってシャクヘッドの7とかをドアップに投げてザーっと送り込んでいって送り込んでいって着底した時はこんな角度に来てるような釣りだからだから最初のパンパンと跳ね上げてパンもう回収だからワンチャンスしかないんだから食わせるチャンスそれぐらい潮流の速いところにこんな、ね、エビがいるわけよバーッと。そいつらはもう 押し流されてきてスッとそこを少しこうたるんだところへうわーって避難してひしなてガーッとやってるとメバルがパクッと食いに来るわけねだから硫カベイトなので硫カベイトだからということじゃなくてね、えー、これねあの質問にね何が足りてないかっつったら例えばあのメバルアジが水面でパチャパチャしてる時はあの水面ギリギリか水面直下流れてきてる。 こんない2 3センチぐらいの世界水面からねこここれを流れてきてるやつでも硫化ベイトよでこれを釣るのに何でジグヘッド使うのって話フロ,フローティングプラグかトッププラグ使えばいいじゃんこれをワームでやろうジグヘッドでやろうとするからものすごく難しくなってどうすればいいんですかって話になる何投げたって釣れるのよああいう時下手すればレンジが合ってないと食わないのよ ここここししかか見ててないのにここ流したって知らららんれれるる避けられるだけ、ね、だから、まあ、ワームにこだわらずにトッププラグも使ってみてでどうしてもそこをワームでやりたいって言うんだったら僕今シーズン絶対にやろうと思って考えてることがあるけど僕は硫化ベイトでもねあの網とかプランクトンが硫化ベイトになってる時にはあの プランクトンの集合体に見せるようなあのクリアにねあのドットグロー入れたようなプラグを使うかなんだけど硫化ベイトもいろいろあるからこれくらいのちっちゃいコイカなんかも流れてくるわけ同じように硫化してくるのだからベイトが少し大きい時はこういうのを使うこれちっちゃいよえー、これはね本当に大きくないよ いいや今これがベイティーの2.31だからほらベイティの2.3よりちょっと短いんだね,ねでこんなシルエットでしょでこれ今握ってるもの見てフックだからフックこれを投げる進化なんかいらないじゃん フッ,クだけフックとルアーの重みだけで投げてやれば沈まないでしょこれだったら。で水面をピピピピピピってやりながら流していけば流化させればこれは立派な、えー、アオリイカの子供だったりスルメイカの子供だったりミミイカの子供だったりあるいはイシガニの子供にすら見えるからそれを食ってるような魚だったらメバルに限らず何だって食ってくる、ね、そういう考え方しましょう。 レオンさん家庭的なことよ面白いし分かりやすいぞあのね俺たちは人間じゃんあいつら魚じゃんってね差別してんのよ味だ。でも魚バカじゃないからあの命って、えー、脳みそがちっちゃかろうが我々のような大きかろうが基本的なね行動理念って一緒なのよそれ違うと思うからおかしいんだって一緒だってで俺とか俺の の嫁の間に生まれた息子は、必ず俺と嫁の食生活やその他ものの考え方、イデオロギーからね、えー、哲学的な考え方まで全部影響されるわけ魚だって一緒なのこの両親の間に生まれた子は、この両親のやっぱり DNA や生活習慣その他を受け継いでいくのうん。だから沖にいて、水面のやせばっかり食ってるメバルは山の手の家族なの。あいつらはね 例えば高架道路の下にあるようなあの安いホルモン屋とかには絶対行かないでしょ魚だって一緒なんだってそうやって考えればねものすごく魚って探しやすくなるのよでなぜ,なぜ自分に普通サイズしか釣れないのか理由まで分かってくる最強シーバスルは何だと思われますか最強シーバスルだっ,たって 川で釣るのと海へ釣るのと街灯があるところで釣るのとデイで釣るのと全部違うからでシーバスが表層意識が高い時中層ボトム、えー、砂底の時岩盤帯流れがあるとこないところ全部違うんだから最強ルアーがこれですよなんてものはシーバスに限らず何だってあるわけがない、うん、それはダメですそういう考え方は。 レオンさんの伊豆でのシャクメバルエピソーまあ普通に 1.5g ジグヘッドにワーム入れてゴロタで投げてシャクメバル平鈴スズキをバタバタと釣ったのが何回もあるけど面白かったのはね堤防で堤防なんだけどテトラがこう外に入ってるじゃないでそのテトラがポンと途中で切れたところで潮が沖からこう手前に当たる当て潮だったでそこで 表層でも中層でも食わないから僕が、えー、B5 を当時結んで,でそのテトラの外へ投げて当て銃に乗せてこのテトラがこう終わったあたりの一番ボトムの方にこう流し込んでいってテトラにコンッとコンタクトさせてガツンッと2匹連発させたのがシャクメバル。これはちょっと記憶に残ってるね。 道ののりが長いいほどど面白いってどの趣味にも言えますねサーファーとしては元気つけられますうんもう一つ言おうか僕はまあねサーフサーフィンは本当ボードの上にやっと立てるぐらいですぐやめちゃったんだけど魚釣りは本当に未だに一生懸命やってるから釣りで例えて言うよね。僕が1匹のメバルを釣って足が震えた時。 3 0ンチ超えたもう目がくらむほどドキドキ心臓バクバク足わなわなすっげえキジハタの4 5ンチを初めて延沢で釣った時本当に膝を洗ったよバックンバックンしたよ延沢で鈴木の7 0ンチを釣った時にもう喉から本当に心臓がせり上がって飛び出そうになったよあの興奮あの快感 今あると思う全然ないシャクメバルっつって何て言うかな興奮しないのよただこうやこんなもので食うんじゃないかなこんな誰も使ってないやつで釣れたら釣れるかな来たーうわシャクあったこれはさすがに今でも嬉しいけど普通に釣れた当たり前のリグで。 釣れて当たり前のメソッドで尺バル来てもね何の感応もないのそんなものよ。釣りって楽しむためにやってるんでどうやったら楽しいか。ね一人一人そこは違うので上手くなりゃいいってもんじゃな全くないと僕は思ってるだからあのこの間リンタコがさこのライブに。 あの参戦して、えー、他の方も言ってたけど西日本のフィッシングショーで、えー、聞いた話がすごく感動したっていうあの石台を釣った感動秘話の話ねえ新さん覚えてるあれねあの仲間うちの一人だったんだけど。 俺たち仲間12人ぐらいのグループだったけど石シ釣りが一時期ガーッはってみんなで島根県の友島とかさあの辺のまあ当時は日本一のメッカだったんだけど日本で一番石シが釣れるって言われたところが島根県の友島なんだけど通ってて俺なんかあのなんだろうな要領がいいというのかすぐ釣れちゃったんだけどあの A さんだけが。 釣釣釣れれれなななくくてて丸3年釣れなかったのよまあそう簡単な釣りでもないんだけどね。うん、っていうのもあるし運が悪いのもあるしいろんな要素がこう重なり合ってその A さんだけが3年間本石が釣れなくて3年目に釣った時にもう「あのみんながおめでとうやったね」って言ったあと一人でその磯の上の,あの水たまりがあるじゃんそこへ釣った石台をこう。 ゆっくりこうなって泳いでるのを見ながらね30分も40分もうずくまってこうやって見てるからああやっぱ嬉しいんだなと思って見てたらよく見たらあのこうなってるから顔震えてんだよね、うん。と思ったらもうもう <laughs> 俺も背筋がもう泡立ったもん。 うわーあんもぼうぼうなにもうでもその苦しかった3年間があの棒だの涙に出てる俺はあれほど釣りで感動したことないなと思った時に釣りの奥深さっていうかね凄さみたいなもの垣間みたいだからね下手な方が釣りない方が感動でかいんだって釣りは上手になっちゃダメよみんな。皆 <laughs> うん本で読みましたあれは泣きますよ俺今ちょっとにじにじしてるもん思い出してやばいよ本当。